はいいじゃああももう1本のののメールの方ですすね返信させてもらいますあの即課塾で私が稼ぎ始めたというのは初日からなんですけども自己アフィリエートではあるんですよで自己アフィリエートって多くの人が知ってますし私も多くの人に知らせてきたんですけどもなぜかねこんなね簡単に稼げる方法をなんか繰り返し使わないんですよねいろんな理由をつけてですよ、うん、だからねなんかいろんな時に思うんですけども稼ぎたいと思ってないんだろうなっていう風に私から見えますね それからあの、まあ、婚活の話とかもよくしますけどもあの、モテようと思ってないんだろうなと思いますよね、男性も女性もね。うん、結果、婚活はしたいみたいな、あの結婚はしたいとか、恋愛したいとかっていうところだけが際立っていたりとか、あと、なんか、勝とうと思ってないんだろうなと思うんですよ、どんなこともいや。勝つためにはロジックがあるんですけども、それをやっぱり取り組まないっていうかね、すごく浅いところで、かじったぐらいで、もう実践出ちゃうんで、どんなことでも。勝てないだろうと思いますよね。 か本当に勝とうと思うんだったらやることっていうのはかなりあって、まあ、言ってみれば車のエンジンをかける前に整備前な運行前点検したりとかねのタイヤの空気圧調べたりとかそれから自分の進むべきルートがちゃんと整備されてるかとかね道路があるかとか川に落ちるんじゃないか天気はどうかとかやるはずなのになんかね寝起きの頭でキーさしてはい出発っていくような感じですよね。 これは危険極まりないなと思って多くの人は感じてないと思うんですけどももうなんかその始まる前に勝負決まっていてあの緻密に緻密に詰め上げていかないと、うん、現場に出てからね行き当たりばったりなんていうのはそんな通用しないと思うんでねただ幸いなことにそういう人ばっかりなんでお互いに行き当たりばったりなんで運任せの勝負になってるっていうところは多分多,分多くの人があのラッキーなところじゃないですかね、うん、でも緻密に計算してきちんとロジック立てて で2手3手先を考えるのが当たり前になったる人ねもう誰も叶わないですしそれが実力の差じゃなくってあの人なんかたまたますごいよねぐらいの評価しか受けないから目立たないんですよねだからそういうのも込みでなんかこう多くの人がボーっと過ごしてるんじゃないかなとしか思えなくてねうんもなんかこう顔に現れてるっていうか、ね、表情に現れてるっていうかね戦闘力のあるような顔してないんですよねもうどいつもこいつもっていうかね な,なんだろうね何が楽しいんだろうなと思っちゃうところまでいきますよそうなるとでえっ、ー、といろいろと申し上げましたけどもこれは稼げるぞとか思ったらやっぱりやるもんだと思うんですようんいや自分は稼ぎに興味ないんですっつっても結局はあのどっかでね、まあ、お金使っちゃってるんで電気代誰が払うんだとかねインターネットの料金誰が払うんだとかねあるわけじゃないですかもう完全に誰かに払ってもらってるんだったらいいんですけども そんんなな人ばっかりじゃないと思うんで、ね、やっぱこう自分の後ろに誰もいないというか自分がやらなければもう干上がってしまうようなその背中に汗かいてる人がたかさんのところに対しても私のところにも来ると思うんでやっぱりねうなんかこうガツンと暮らわすところがないといけないのかなと思いますねでこの情報についていち早く調べて着手して情報発信で稼ぐもうほんとすぐやった方がいいですねこれは時間を経てもそうですけど初日から稼げるぐらいのスピード感なんですよ NFT もそうなんですよ、始めたその日から稼げるっていうスピード感なんですよ。でそれがなかったら、そのぐらいの発信力、瞬発力がなかったら、そういう人ばっかりなんで、うまくいく人って、先行者利益って言葉がありますけども、それは始めたときから利益が出てる人のことを言って、何もね、人よりも早く始めた人に利益が集まるっていうふうなことではないんですよね、それはだから多くの人が感じがしてると思うんですけども。 先行者利益、先行した瞬間にもう利益みたいなね、そんなところじゃないかなと。もしくは、利益が取れることを固めてからスタートするみたいなところかなと思うんですよ。あの、店舗の出店計画とかにも私かなり出てきたんですけども、コンビニとかね、ショッピングセンターなんですけども、もう出店する前に利益が上がったことがほぼ確実だからやるわけなんですよね。で、リサーチを繰り返して、これは無理だなとか、奇跡が起こんないとうまくいかないなと思ったら、やっぱやらなかったりするんですよ。その場合によっては、コンビニがドミナント出店しないように、 コンビニの用地を抑えた後に近くの用地もね、なんか台無しにしておくっていう作戦があるんですよ。もう誰も買収できないようにしておくみたいな。そうするとライバル店が周りに今後10年ぐらい出ないだろうみたいなことで、ちゃんと採算取れるようなスタートを切ると。でもそうじゃなくって、例えばセブンイレブンの本社っていうのは逆をやるんですよね。フランチャイズをどっか出さしておいて、その周りに出店候補地をいくつか抑えてあるわけなんですよ。で、そのフランチャイズがうまくいったら、その近くに 出店候補地にまさに直営店ボーンと出してからねフランチャイズの契約金をもぎ取ったあげくその近くにフランチャイズを潰す同じセブンイレブンを出すみたいなところがあってねもうかなりえげつないなとあのセブンイレブンと仕事をしていてね本当に思うんですけど、ね、こいつらえげつないなとすごい人たちだなと人の命はなんとも思ってないなと思いましたけどもまあでもねそこでも冗談交じりに話が出たんですけどねあのビジネスって結局自分が売ったら誰か売れなくなるんで殺し合いなんですよとか言ってましたよね。 それは私もね、なんかサラリーマンののさに、散々パラ言われたことで、確かになと思うところがあって、うん、で私のいた、勤めていた会社っていうのは、今でもね、あの市場規模を広げて、まあ、上場企業までになったんですけども、その裏で、ライバルのスーパーっていうのはね、何店舗も潰れてますんでね、潰れた会社のあ店長とか、社員とか、首くくった人もいますからね、そう考えていったら、商売ってもうお遊びじゃなくて、稼げなかったらもう死んでしまうんですよね、当然ですけども。 で稼げずにあの勇気を持って家に帰って、まあ、奥さんとか子供にうちの会社潰れたって言える人はまあどのぐらいいるかですよそのまま失踪して終わりですからねそういう現実があるんでそうならないようにしなきゃいけないかなってれます、うん、ね逆の逆に一つの手法ばかりにこだわっているとその市場が飽和した時に積みますよという話だったのかと思います、うん、だから先行してスタートして利益を取って適度なところで撤退していく で撤退した後ってのは、うのは、まあ,あ、コンサルとかでいいんじゃないですかね。まあ、利益を追求するんだったらね。だから、コンサルってのはリスクがないんですよ。で、自分がうまくいった時の方法を伝えていくってことになりますから、タイムラグがあるんで、これはね、自分がやっていない現在でも通用する方法はどうかっていうのは分かんなくて、それは今、現場にいる人がアレンジしてやるしかないっていうことなんで、まあ、コンサルの限界でありね、うん、だからコンサルのちょっとこう、 難しいとここですよそこは、ね、あのまあ詐欺というふうに言われるかもしれないだからそういうことを考えたらでえっ、ー、と僕が今歌舞伎の発信をした時は確かにあ歌舞伎の話ねうんあなるほどねこれはさすがにいつか公開という中でもあんまり読まない方がいいところですね、うん、だから必ず必ずあれなんですよあの飽和するんですよどんなマーケットでも。 それがあの数年単位で続けばまだいい方でほんと数ヶ月とか情報のサイクル早くなってるんであの自分だけが気づいて他の人が気づいてないみたいなことはほんとないんですよねうーんまあ、これはねその、まあ、いろんなゲームを通じて思ったんですけども自分の思いつくイカさまって目の前の人も,いいやもう思いついてるんですよやるかやんないかだけでだからあこれは自分だけは見つけたぞって思ったとしたらそういう風に向こうの方でも思ってるやつがいると思わなければいけないのかな だからやっぱねカメラ転売もそうですけどねいろいろとこう読まないですけども読んでますよ言わないですけどもで、えー、と物事の原則して飽和する飽和が前提ですどんなものも変化してあの廃れていって壊れていきますから、まあ、人間と同じですよね人間も輝かしいあの青春の時代があると思えば誰にも目も止められないようなねもう二足三文の 時代にほんとになんかこう何もなさなかったものの,その年月っていうのはすごく残酷なほど寂しいっていうかね、うん、う誰の目にも止まらないしどんなことをやっても言っても通用しないしみたいなそんな時期が来ちゃうんですよね。うん、これはだから早ければ30代とかで40代とかでも来ちゃうんで。 あ,あ、もうやばいわと思ったら、そのまま行っちゃうんですよね。何も、何の花も咲かせずに、山もなく。でも、うなんか自暴自棄みたいになっていくんで、そっから。と、あ、それで九十九対一とか言ってましたね。うん。そう、その通り。九十九対一の。一を目指すのは私たちですから。ほとんどの人は。九十九というよりも、九百九十九対一なんですよ、うん。で、ほとんどの人は、その、いわゆるね。 最初の頃はずっと言ってましたけど、時間の無駄コミュニティから一生抜けないんですよ。それで一定の、なんか喜びがあるんで、まあ、足が悪いんですけども、だから自分の、自分の過ごすべきコミュニティに出会えずに終わってしまうんですよね、きっと。まあ、というところじゃないですかね。えっと、まだまだね、見なきゃいけない世界は広がっていますんで、一緒に足を踏み入れていきましょうということで、2本目の変身動画でした。